大分県の日田市で一部の住民の移動が始まった避難所には大野記者がいます。大野さん、避難所では問題も起きているようですね。はい、引っ越しの対象となったのは空調設備のない避難所のおよそ120人でした。しかし実際にこちらの避難所に引っ越してきたのはわずか9人にとどまりました。日田市では被災者が熱中症にならないよう配慮してクーラーのある施設への引っ越しを提案しましたが、その反応は様々でした。暑かったね。子供がちょっとこの環境じゃ衛生面に良くないのと、あとトイレとかも不便なので。自宅から近いということ、エアコンがないとかいう不便さはあるけれど、メンタルの部分ではやっぱり近いということが勝ってしまう。実は引っ越し先の施設はいずれもおよそ7キロ離れていました。自宅やかかりつけの病院に通うのに不便だという声が多く聞かれました。日田市は引っ越すかどうかは被災者の選択に委ね、被災者にはいろいろなニーズがあることが分かった、今後さまざまな選択肢を示せるよう努めますと話しています。